今日はですね、新幹線なぜか走行中に分解してしまったんで、仙台駅として特急列車発車してるみたいですね。アナウンス聞いてみます。東京新青森間で運転を見合わせております。あ、そうなんだ。現在のところ運転再開局がまだ東京の近くに落ちているようです。だそうですか。時間を要するんで、仙台行きたかったら常磐線周りに行ってくれと、こういう感じですね。心身元気でいてねって書いてあるんですけど、まあそれはどうでもいいとして、ほら、リーディー心身元気でいてねかな、さようならかな、わかんないですけどね。今まで本当にありがとうかそれはどうでもいいんですけど、そうですね、いわき止まりの電車が仙台まで延長運転、全部が全部ではないですね。はい、ありがとうございました。現地でいてね、そんな悠長なこと言ってる場合じゃなくて、木曜日は結構忙しいんですよ。結構ね、金曜日だったら流せるんですけど、木曜日はもうそこまではあれできないでしょ、皆さん。本当にありがとうってパンダつけてる場合じゃないですよ、 JR。 今は連結がね、連結が自動で解除されちゃったみたいなんで、それはちょっと。東北新幹線は車両点検の影響で現在も東京新青森間で運転を見合わせています。東北はダメなんですよ。上越は走ってるんですけど、上越北陸は大丈夫ですけど、東北、山形、秋田、北海道は NG と、まあ、となると緑の窓口も混む。私はいつも思うんですけど、ここの防犯カメラの個数めちゃくちゃ多いんですよ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 台プラスなんか12台、あ、13台。こんな感じですね。というわけで、いわき止まりなんですけど、いわきから先は快速仙台行きで運行すると。いわきまでの特急券とそれ以降は運賃だけで OK と。冗談じゃねえぞ思いますけどね。1時間さ、ちょっとあれはつくのにね。これじゃあ4時間、5時間近いのか。そういうことです。ね、
なんちゃわかんない。8番線停車中の8番線は全席座席指定特急勝ち9号全体行きです。例えば車両の行き先案内が疑惑と表示されておりますが、全体まで参ります。本日岩木より全体までは臨時に運転を行います。いいじゃないか。この感じ次は水戸、いわき行きになってますけど、まあ、仙台まで行くんで人移っちゃうんでね。えらい人もさ、今日は出てくるしかないんだな。こんな感じで発車しました。4時間以上かかると思います。ちゃんと11時1分遅れか。運転再開見込み出ましたね。13時、見合わせています。運転再開見込みは13時を見込むと。よかったじゃん、よかったよかった。